2週連続ロックスター猛プッシュ企画第2弾 LA ノワールを100倍楽しむためのノワール映画入門 by 高橋よしき&矢崎一郎。ちゃんと言えてないちゃんと言えてないじゃないか。はい、7月7日に PS3 と Xbox 360で発売されるゲーム LA ノワール、2週にわたっての猛プッシュ企画その後編となっております。ゲームのタイトルにもなっているノワールとは何ぞやね、聞いたことあるけどよく知らないフィルムノワールの世界について今夜改めて学んでいきましょう。教えていただくのはこのお二方です。まずは雑誌映画飛行アートディレクターにして映画評論家、そして映画、冷たい熱帯魚で共同脚本を務めました高橋良樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、番組初登場です。もうお一方映画評論家にして特集翻訳家の柳下喜一郎さんです。あ、よろしくお願いします。まあ満を持してという感じで。いやいや、とんでもないです。ちょっと改めまして柳下さん簡単に紹介させていただきますが、特殊翻訳家、映画評論家、殺人研究家かっこいいですねそんな名前です、はい、殺人研究家、別名ガース柳下ね、町山智弘さん、ウェイン町山さんとともに映画評論家コンビファビュラスバーガーボーイズを名乗ることもありますと、もろもろね、いろんな僕はフロムヘル、ね、はい、この番組でもちょっと紹介させていただいたんですけど、フロムヘルのトークショーみたいな、あ、はい、お願いして大変お世話になりました。いえ、とんでもないです。私のようなね、お世話になっております。という柳下喜一郎さん、まあ、今回は満を持してちょっと前からお呼びしたかったんですけど、いやいやいや、そんなね、こんな晴れがましい場所に出るような身分ではないのでいやいやいや、何をおっしゃいますやらねまあだらりとのんべんだらりと話した感じでね。よしさん元気ですか。大丈夫です。スーパーエイトについてはいいんですか。これはまあね、はい、声を大にして育てていこうなんていう話もありましたけど、いやいや、どうなんですかでは後ほどまたね、いやいやね、まあ、後で考えましょう。はい、ということで今夜は我々がおすすめする LA ノワールを楽しむためのノワール入門映画、を10タイトル後ほどちょっと紹介してい こうと思うんですけど、その前にまずそのね、ノワールノワール言ってますけど、ノワールって何なんだってね、多分その当たり前のように使ってますけど分かんない人もいっぱいいると思うので、ちょっと定義についてお聞きしておきたいと思うんですけど、ちょっと柳下さん、はいはい、ノワールってどういう、ちょっと厳密に多分定義するのって難しいと思うんですけど、まあフィルムノワールっていうね、言葉がそもそもあって、はい、あるわけで、まあ、ジャンルとしての映画があるわけですけれど、だからフランス語ですよね、ノワール、ノワール、黒、黒ね、だからその黒い映画っていう、黒い映画、はい、でこれは厳密な定義ってどうかわかんないんですけど、まあ、大体その40年代から50年代のアメリカで作られたモノクロの犯罪映画、うん、で、これ名前つけたのはね、46年かなんかにフランス人の映画批評家の人が、はい、要するにそのフランスの、アメリカの、そういう犯罪映画のある種の傾向みたいなものをこう抽出した感じで評論を書いて、でそれにフィルムノワールっていう名前を付けたんですよ。後から付けた、つまりその作ってる当時のアメリカ映画界がこれはフィルムノワールですよって言って作ってたわけじゃないっていうこと、まあ、フランス人が作って、まあ、要するにヨーロッパの人が見てこれちょっと変わってないかと、うんうん、ちょっと面白いんじゃないかっていうことで、まあ、付けた。一連のアメリカ映画に一つの共通する傾向を見つけて、そうそうそう、フィルムノワールと名付けた、うん、っていうのは、まあ、要するに当事者には病気はわからないわけですよ。まあはっきり病気って言いますよ、まあ病気、まあ病理がわからない、はい、まあ、病気っていうのは別にいい意味も悪い意味も込めてるんですけれど、はいはい、うん、つまりそれが自分たちのやってることがちょっと変わったことだっていう認識はない、うん、あ、なかったわけですか、うん、当時のアメリカので作ってる側には、まあ、なくて、あるいはそれが一つの傾向をなしてるみたいな考え方は特になかったんだけど、うんうんうん、それは外から見ると、まあ明らかにこれちょっと他と違わねみたいなものが見えてくると、はいはい、で特にフランス人は、まあ、アメリカ映画好きですからね、うんうん、昔からずっと、うん、今もそうですけど、うん、なので、まあ、フランス人がこう発見したというか、そうそうね、いうことになるんですかね、具体的にはどういう内容の映画を指すのかっていう、まあその、まあ、モノクロの犯罪映画なんですけど、だからさっきの話で言うと、一応ですね、定義としては1941年のマルタの鷹から1958年の黒い罠までと、ほうほう、いうことに、まあ、競技の定義にはなってます。で、まあ、どれも犯罪映画で、まあ、一つそのポイントになってるのが、はい、その、女のキャラクターですね。あ、女が出てくる。女が出てくる。うん、いわゆるファム・ファタールと言われる、はい、まあ、これもフランス語ですけれど、うん、まあ、運命の女って訳すんですかね。はい、要するに男を破滅させる女。主人公がその女にハマっちゃったことでなんか破滅してたりとか、どこでもないことに遭うと。で、まあ、その犯罪映画ですから、まあ、犯罪の女は付き物だと、うん、いうことなんですけど、で実は犯罪の女は付き物だと思うのは、実は
フィルムノワールのせいなの。ああ、それまでの犯罪が別にそれまでというか、それ以外も女そんな重要じゃない。それ以外でも男だけのさ、ギャング集団の映画とかっていうのがあるわけじゃないですか。はい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 。普通に考えてみれば。うんうん、だけど、そうじゃなくて、ギャングのね、銀行強盗の話とか、うんうん、そういうのあるわけですけれど、フィルムノワール、もちろんそういうのもフィルムノワールの中にありますけれど、うん、やっぱりフィルムノワールっていうとどうしても、そう女が出てくる。ファムファタールと呼ばれる、そういう、ま、なんか魔性の女チックなのが出てきて、うん、で、その女に、こう、ふらふらと行ってしまったせいで、はい、こう、どんどん身の破滅に追い込まれていくと。うんうんうん、というのが、まあ、お決まりのパターンとしてあるというようなことなんですかね。うん、はい。あと、まあ、ノワールっていう、ね、その話が黒いとか暗いとかっていうのはあるでしょうけど、例えばその、なんかこう、見た目の特徴みたいな。ああ、まあ、画面が暗いっていうことですよね。画面が暗い。まあ、夜が多い。夜が多い、うん。うん。ことなんですけど、まあ、それはだから、そのフィルムノワールっていうものの成り立ちにもやっぱり関わっていて、つまりその頃になぜそんな犯罪映画が大量に作られたのか、40年代初頭に、うん、はい、っていう話があるんですけど、それは大元をたどるとですね、要するに戦争、第二次世界大戦っていうのは、はい、第二次世界大戦の前なんですけれど、うん、要するにあのナチス、それ以前、第二次世界大戦以前ですね、はい、っていうのは実は世界最大の映画の国といえばドイツだったんです。あ、なるほど。でウーファ撮影所っていうのが、うん、世界最高の撮影所でものすごい映画を作っていた、はいはいはい、つまりあのこれは本当にすごくて、うん、つまりあのメトロポリスっていうね、もちろん皆さんご存知のフリッツ・ラングの大ケースがありますけど、はい、あそこに使われた予算っていうのは、はい、アバターと同じぐらいなの、今で考えると。ああなるほどなるほど、うん、なるほど。もう世界でもうぶっちぎりの相対性を作っていた。貨幣価値を考えるとそのぐらいのものを使って、うん、そのぐらいの映画を1本作れちゃうぐらいの、うんうん、まあ、それ作ったおかげで破産しかけたんですけど、はいはい、そのぐらいでかい撮影所で、うん、まあ、世界最高の映画を作ってたんです当時、はい、でそれが要するにナチスドイツが台頭して、であのユダヤ人を、まあ、あの迫害始めるということで、はい、あのまあ、大変優秀なユダヤ人の監督であり俳優であり、うん、あの脚本家技術者っていうのが、うん、まあ、どんどんドイツから逃げなきゃいけなくなってくる。そこそフリッツ・ラングもそうです。そうですね。うん、でそこで逃げてきた人たちがハリウッドに行って、まあ、それでそのドイツで一つ作っていた潮流を、まあ、持ち込むと。はい、でその時のドイツ映画っていうと、まあ、いわゆるドイツ表現主義と言われるね、うんうん、あのカリガリ博士とか、はいはい、なんか影がすごい印象的な、あの要するに画面が歪んでる感じね、はいはい、セットが歪んでたりとかして、あのすごく不安な世界の中で生きている人の話、うん、つまり迷路快活なアメリカドラマではなくて、はい、自分が 何者かもわからない。カリガリ博士とかっていうのは、うん、自分主人公すら自分のことを信じられない話なんですよね。主人公の視点自体がすでに病んでて歪んでる、わからない、うんうん、自分が何考えてるかもわからない、はいはいはい、でそういう中で生きていく人の話っていうのがあって、うんうん、でそれがそのまま、まあ、アメリカに持ってきた、持ち込まれた、うん、はあはあはあ、だからそこで、まあ、ドイツ表現主義 その闇に満ちた影の多い画帳であったりとか、うん、その不安に満ちたストーリー、はい、で、常に自分を脅かしてくるような世界観、うん、っていうものがまさに犯罪映画の中に持ち込まれて、うん、一大潮流を作っていったっていう流れがあるんですよ。スタイルとしてそういうのがフィルムノワールを形成していった。そうですね。だから例えばその、まあ後でいろいろ話しますけど、そのフィルムノワールの代表的な監督であるフリッツ・ラングであると、あるいはオットー・プレミンジャー、うん、あるいは、ビリー・ワイルダーとかね、はい、みんなドイツ系のユダヤ人 あの、亡命してきた人たちですから。なるほど。まあ、彼らがそういうそのドイツ的な映画作りを、うんうん、まあ、ハリウッドに持ち込んで、うんうん、一気にそのハリウッドの形を暗く変えてしまった。もともとヨーロッパ的なテイストがアメリカに持ち込まれて、それがもう一回ヨーロッパで評価されたっていう。そうですね。流れにもなるっていうことなんですかね、うん、一方ででもそのフィルムノワール的な世界があの当時のアメリカの観客にもまあ受け入れられてたわけですよね、そういうような背景ってあるんですかね。まあ、だから一つは、まあ、そういう不安感っていうのは戦争中もあのある程度受け入れられていたっていうね、うん、はい、あの世界に対する不安みたいなものが一つあるのと、うんうん、もう一つはこれも一つ言われていることなんですけれど、あの、まあ、戦争中って、女性の社会進出がこう大変進むわけですよ、まあ、男は戦場行っちゃってるから一人がいなくなるんでね、はい、まあ、女性があの普通に工場行って働いたりとかする、はいはいはい、でところが戦争終わると、まあ、復員してくるわけですね、兵隊たちが、うん、で帰ってくると、じゃあその社会に出ていた女性をもう一度こう家庭に返す、うん、家庭に返して、これからは良妻、これまで働いてくれたけど、これからは良妻賢母で子供を育てていきましょうと、うんうん、まあ、そういうイデオロギーがこう
出てくるわけですよ。良き家庭像みたいなのが、うん、まあ、いわゆるその50年代的なアメリカンファミリーっていうのがありますよね、うんうん、はい、パパは会社に行って、ママはなんかホットケーキとか作って、うんうん、僕とあの妹となんか犬がいて、はいはい、綺麗なお庭のね、庭にあって、要するにそういうものは、まあ、それものを戦後 あのアメリカ社会ではそれは進められたわけなんだけど、うんうん、その一方でその裏側にある、はい、裏側には女性が社会進出して女性をのせいで、うん、自分たちの仕事はバレちゃうんじゃないか、うんうん、っていう不安感がある、うん、で女性が怖い、はいはい、であり、あるいはその働いてる人、男にとってはつまりその、ちゃんとした家庭をね、うんうん、壊してくるような誘惑の魔の手がどっかにあるかもしれない、うん、女がこういると、もうその良きものが全部壊れてしまうかもしれないという不安に、そういう恐怖が常にあって、その50年代的な理想を守ろうとすればするほど、うんうん、その裏にあるその自分を一歩踏み外したところには危険なね、うんうん、あの女の誘惑が待っていると、はあ、まあかなり手前勝手な話であるけど、そういう不安を持っていたという、うん、なるほどなるほど、うん、それがまあだからフィルノワールの潮流というか思想的なものですかね、うんうん、やっぱね、はいはい、あとなんか、フィルムノワール的な世界観になんかすごく下世話なこうゴシップ感というか、はい、例えばこう女優が出てきてみたいなのってあると思うんですけど、まあ、あのロサンゼルスハリウッドをテーマにしたものだと必ずその、まあ、てかハリウッドっていうものが一つの、まあ、テーマになって、うん、そのハリウッドの裏側リメンシーみたいなね、はい、ものが描かれるっていうのが、うん、まあ、一つの流れとしてありますよね。でそれはやっぱりその当時っていうかその50年代とかに、まあ、一気にまああの、まあ、それまでももちろんそのラジオメディアとかね、うん、あったわけですけれど、要するにいろんなそのゴシップメディアみたいなものがこうバーッと広がって、はい、こうみんながそのハリウッドスターのゴシップみたいなものをこう普通にこう読めるようになる、うん、こうキラキラした世界の向こう側にあるただれた真実がきっとあるんだろうっていう、こんなことやってるぞと、うん、そういう見たい欲望がもうあからさまになったというか、うんうんうん、まあ、そういうのがあるんで、要するにそのということは常にこう裏をみんな考えちゃうわけじゃないですか、はいはいはい、で裏ばっかり見たい人がいるし、あで、まあ、あのハリウッドもハリウッドの50年代のハリウッドっていうのは結構そういう理想が崩れてきた時代なんですね、うんうんうん、ハリウッド自体が、うん、古き良きハリウッドはもう崩れつつあった、ね、はいはいはい、まだ完全に崩れていないんですけど、うんうん、まあ、崩れ始めていた頃だったわけなんで、うんうん、そうするとつまりそのこれまでの理想、美しい世界の裏にある、うんうん、こうドロドロとしたものっていうものが、うん、こうだんだん見えてくる、きっとあるんだろうというのも含めて、うん、マインドオブブブカですねこれね。マインドオブブブカが、50年代で浸透したというのもなんかその世界のことなんですかね、はい、というぐらいですかね、とりあえず大雑把に定義するなら。そうですね、まあ、個々の作品はね、いろいろいろんな傾向あると思うんで、後ほどちょっと作品紹介しながら、伺っていこうと思うんですけど、でちょっとそのなんかフィルムノワールっていうのね、今その大雑把な外側の定義はしましたけど、まあ、中身的にというかなんか感じ、フィルムノワールな感じに関して、感じ、はい、ちょっと吉木さんにちょっとさ、はい、どういう感じっていうのを伺っていきたいんですけど、ね、まあ本当これ印象トークになりますけど、ね、いいですよ。でも結局ね、最終的には、うん、例えばノワール的っていうのがね、うんうん、映画はその後もそのさっきの黒い罠以降もいくらでもできるわけだから、はい、なんかそこから浮かび上がる感じ、はい、ノワールな感じをちょっと、あ、うん、まああの基本的にあのなんだろう、大人がただれていく感ですよね、なんかね、ただれている、うん、ただれたなんかこう愛欲、ただれた愛欲が全てをぶち壊しにするとか、はいはいはい、あとまあだからやっぱりあのノワール映画だとあんまり若者は活躍しないっていうか、大体チンピラでしか出てこない感じなので、大人たちの世界、大人の話ですよね。要するにさ、俺らチンピラがこうやってキャッキャやってるけど、実は大人たちは結託してこんなただれた癒着関係をみたいな、結託してっていうかね、だから本当もう手に負えないね、な悪さが子供の悪さじゃないですね、じゃないですね、子供の悪さ、大人の日遊びだから窓に石投げるとかそういうレベルじゃなくて、本当にやってはいけないことを、こう、大人怖えと、大人怖い、大人が怖いっていうのはすごいあると思うんですね。あ、それでまあ本当にまあなんだろう、あの人間としてね、うん、あの本当に見下げ張ってた人間ばかりが出てくるので、ただれた人間が、人間自体がただれてる、もう本当ただれてて、人間性が腐ってるとしか言いようのない人が、はいはい、まあ、地味も横領がどんどん出てくるというか、うん、そこの感じはね、本当にあの
なんだろう、その不朽漂う世界観ではあると思いますね。してうん、それこそあれですもんね、本来ならいいもの役であるべき警察とかを もう基本的にはもう腐敗してますもんね、もうね、うん、ノワールにおいてはね。極端な話言うと、主人公すらが信用できないみたいなね。あ、そうですね。そうかそうか。だから主人公はそういう、それの、なんだろう、グダグダの渦に飲み込まれてる感じなんですよね。ああ、うん、そこでこう、なんか決然とそれに対抗していくとか、戦っていく感じじゃないんだ。そうそう、だからヒーロー、うん、ヒーローじゃありえないんですね。それもありますよね。そのもうあの主人公がグラグラっていう、そうそう、グラグラ感。うん。まあそれのきっかけがさっきあなたさんおっしゃってた、それこそファムファタールみたいな、はいはい、すっげえいい女が向こうから歩いてきて、はい、これやばいと思った次の日にはもう俺が殺人者になってしまっていた的な、うん、あそういう。あうっかりだからもう一歩踏み外したら奈落だったみたいな、あ気がつくと、ね、あれなんか俺変なとこ来ちゃったんだけどみたいな、うん、あでも自分の責任だからもうどうにもなんないよね。あでもそれがまさにね、さっき言ったドイツ表現主義的なその主人公自体の視点が病んでたり、うん、こう不安にな感じがしたりとかっていうのも、まあ、あのいわゆるハードボイルドって言われる映画があるじゃないですか、はいはいはい、で、まあ、ハードボイルドとノワールって重なるんだけど、うん、重なるんだけど決定的に違うところがあって、はい、っていうのはハードボイルドは探偵本人はこう揺るがないわけですよ、うん、まああのね、ハンフリー・ボガードがこう演じてたらなんか揺るがなそうですね、うん、まあ、そのゆるあの汚れた、街を歩く騎士みたいな、ね、言い方がありますダークナイト、うん、まあ、騎士なんですよねあくまでも、うん、だけどノワールの場合は汚れた街を歩いてると自分も汚れちゃうみたいな、でだんだんもう自分もわけわかんなくなっちゃってみたいな、うん、でやばいこと手止めますからね。あちゃんと ね、うん、もう全然お前も犯罪者じゃねえかって、グラグラ主人公と、うん、あとなんかそのありますこう街なんかそのさっきのハリウッドバビロン的なこと、ハリウッドバビロン的なことっていうのはだからそのノワール映画も別にその、うん、ハリウッドが舞台のものばっかりじゃないんで、はい、あれなんですけど、なんかそのそのハリウッドが絡んでくるものに関して言えば、そのなんかその昔だからその40年代50年代の時点で、うんうん、例えばその伝説的なあるいは神話的だった、うん、あのハリウッド その無声映画の黄金時代っていうのはとっくに過ぎ去って、うんうん、はいはい、まあ、大恐慌もあったりしたんで、うんうん、その幻影は崩れ去っちゃった後なんですけども、はいはい、それに対するなんかいびつなね、うん、あのこうであってほしかったかみたいなのはなんかあると思うんですよね、うん、さっき あの裏にはこの輝かしいその銀幕の世界の裏側には実はただれた世界があってほしいなみたいな、うんうん、俺たちの自慢されたい、そうですね、だからね後であの話す映画の話も出てくると思いますけども、はい、うん、そのまあ往年のねあの名女優名男優が、うんうん、あのもう奇怪な老人形のようになって夜な夜なパーティーを繰り広げてるようなイメージがあったらいいなみたいなね、はいはいはい、まあ、実際そういう人いたんでしょうけど、うんうんうん、まあ、その感じはあると、その真実と全くかけ離れてるわけではないけどかなり願望がこう強く投影されてるみたいな、うんうん、そうです、ね、でもまあそれがやっぱ真実なんだと思うんですよ、うんうん、あのそう本当にこの通りにこんなことあったのっていうと、うん、いやそれはどうかなっていうこともあるんですけど、はい、どうかななんだけど、しかしその事実ではないけど真実を掴んでるみたいな、世界のあり方としては真実を掴んでるみたいな、うんうんうん、そしてトータルで言えることはまあダメに、まあそうね、だからあのねダメってそうダメっていうのはねあの絶対あると思います、あのねなんだやっぱりその主人公がダメだとノワール僕たちまちになりますよ ね、 なるほどね、やっぱりあのね揺らがない人間はほらちゃんとしてる人っていうのは誘惑に負けませんから、うん、はいはいはい、あのノワールの主人公は誘惑に速攻負けるんでそこがそうだよね、ああそっか、そういう意味ではまあ我々向きという感じなんですかね、これはね。誘惑に弱い人を。誘惑に弱い人をね、という感じですかね。じゃあ早速、具体的にどんなフィルムノワール映画、まあいろいろありますけど、我々のおすすめノワール映画10タイトル、これをこう抑えればノワール感分かってもらえるんじゃないかというのは、おすすめノワール映画10タイトルを紹介していこうと思います。はい、生放送でお送りしている TBS ラジオライムスター様のウィークエンドシャッフル、今夜は2週連続ロックスター猛プッシュ企画第2弾として、ロックスター社の新作 LA ノワールを100倍楽しむためのノワール映画入門をお送りしております。お相手はこのお二人、雑誌映画秘宝アートディレクターにして映画評論家の高橋良樹さんと、同じく映画評論家で特殊翻訳家柳下喜一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速あの本編というかですね、本題の方に行きたいと思います。 LA ノワールを楽しむためのノワール入門映画10タイトルね、これ10個に絞るのはちょっと大変ですけどね、うん、ある意味ちょっとあの偏りもあると思いますが、はい、10個ちょっと話していこうと思うんですけど、どうしますかね、どのあたりから紹介していけばいいんですかね、まずはね。
そうですね。あ、はい。まあ、最初はやっぱり、あの、一番これだけは見とけというね、はい、あの、基本中の基本で、うん、ビリー・ワイルダー監督のですね、はい、深夜の告白と、はい、サンセット大通り、はい、この2本ですね。これ、あの、ロックスター社が公式に発表している今回の LA ノワールの、まあ、あの、参考作品みたいなのがあって、それに両方とも入ってますね、ビリー・ワイルダー。まあ、ビリー・ワイルダーっていう人は、はい、まあ、あの、ご存知のように、まあ、基本的にはコメディの監督であって、うんうん、こういう専門では全然ないんですけど、このイメージない人あまりないと思いますね、はい、ないんだけど、まあ、撮るとで日本この2本ぐらいしかないんですよ、うんうん、ノワール的な映画っていうのは。でその2本がどっちも、はい、まあ、あののフィルムノワールといえばこれみたいな感じで上がってくるぐらいの、まあ、傑作だっていうね、ど真ん中の感じですね、うんうん、さっき言った要素がもう一通り入ってる感じもありますもんね。そうですね。あの深夜の告白は、まあ、大変有名なんですけど、そのバーバラ・スタウィンっていうね、女優が、まあ、まさに典型的なファームファタールとして登場して、主人公のそのフレッド・マクマレーというのは保険調査員ですね。うん、ですね。で彼が、自動車保険のセールスマンをしてるんですけれど、はい、そのバーバラ・スタウィンに会うとですね、バーバラ・スタウィンがね、こう、足にね、アンクレットをつけて、はい、でその美脚でね、いきなりこう、脳殺してね、はい、で、どんどん、そういう、彼女の誘惑に乗っちゃって、うん、その旦那を殺す計画に手を染めてしまうという。どんどん転落していってしまう。あのね、それすごいですよ、でも、今の、うん、階段降りてくる、はい、足見えた瞬間ズッキューン、はい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 、もうダメだみたいなだからダメでしょ、映画始まってすぐグラなると早いっていう、もう全然やる気なんだもんね、フレッド・マクマレー最初からやる気なんだ、初対面からやる気満々でそれでちょっとスピード上げすぎなんじゃないのあんたって怒られてるんだあ、ちょっと落ち着いてみたいな、ちょっと待ってそういう趣味主人公のダメ感とやっぱファンファタールで、うん、こうダメになってる感じとかが入ってると、まあ、これもそのバーバラ・スタインクが演じた女性がまさに典型的なファンファタール、はい、男を愛さない、女側からは愛さない、しかもすごい悪女なんですね、これ実は。もう典型的な悪女で、本当にもう全員殺して、うん、お金みな、あの自分で総取りみたいなことを計画している女なんですよ、あのフレッド・マクマレーも自分が主導して犯罪に乗り込んだつもりなのに、うんうん、実は完全に彼女の手のひらの上で、はいはい、踊らされてただけだった、あ、でっていうのが分かるんですけど、はい、つまりそういう意味でのその典型的な悪女の形っていうのを、まあ、この映画が作ったと言えるんですね、まあ、その後のいろいろ白いドレスの女っていうね、はいはい、キャスミン・ターナーが出てくる、フリーズとキャスミン・ターナーかな、はい、あれとかその雲女っていうあの、ね、レナオリンが出てきてね、はい、ああいう映画の女性像も大体基本的にはここから出て、うん、原型になって、原型でしたね、あ、あの主人公が後からさ、こう真相して、あ、俺何も分かってなかったみたいなの分かって、こうガーンみたいなのがやっぱぽいですよね、なんかね、うん、はい、あと、まあ、そのサンセット踊りの方は先ほど言ったね、ちょっとこう、ハリウッドバビロン館、まあ、ハリウッドバビロン館のど真ん中、中のど真ん中ですよね、サンセット踊りは、まあ、グロリアス・マンソンがかつてのその大女優、大女優になっててということですね、でそれにあの、ストロハイムがね、俳優として出てきて、はい、あの下僕のように使えているかつての大監督っていうね、キャラクターですね。これもだからもうちょっとあの虚実被膜というか、ね、実際にあの実際に大丈夫ですね。実際に大丈夫です。実際に大監督ですからね。ね、っていうのもなんかクラクラする感じだし、あと語り口がこれ変わってますもんね。はい、これはそうですね。あのまあこれ死人のあの一人称というかね、はい、死人のナレーションで始まるという感じで。みたいなことですかね。じゃあとりあえずはこのあんまりその印象ないかもしれないけど、ビリー・ワイルダーの深夜の告白とサンセット大通りをまずは見ると、まああのノワールの基本的なことは抑えられるという。そうですね。まあ悪女と、まあ、あの女優か、あの何だろう、ロサンゼルスアンダーグラウンドっていうか、ハリウッドの裏リメイクみたいな。みたいなものが入っているということですね。なんかこういう古典的なものでもうちょっと上げていくとしたら何がありますかね。先ほどのあのドイツからの亡命組、亡命ユダヤ監督組みたいなのなんかありますか。そうですね。あのオットプレミンジャーは作品としてはですね、そんなに日本で有名なあのなのは、なんだろうな、悲しみをこんにちはとかですかね。あっちの方が有名だと思うんですけど、はいはい、あのフィルムノワールはもうすごい傑作なものも作ってて、うん、多分一番有名なのがローラ殺人事件というですね、はいはい、1944年の映画なんですけど、これはあの、そのままローラっていう女性がファッションデザイナーなんですけど、彼女が映画の冒頭で殺されて、うん、殺されてるんですよ、はい、でその事件を、まあ、刑事がずっと捜査してるんですけど、捜査してるうちにそのローラっていう大変美人なんで、うん、彼女に惚れちゃうの、死人に、うん、あで死人に憧れて、なんかその肖像画とかをずっとこう眺めてる、はい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 、と眺めてるとそこにっていう話なんですけど、うんうんうん、まあその死人、あのまあ
はいはい、まさにその死にいろいろ喋ってネタバレになっちゃうでしょ。まあ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 、まあその死人にねこうどんどん惹かれていく感じっていうのが、はい、非常に面白いっていうか、うん、要するに それはもうもはやさ現実の女性じゃないわけですよね、彼が好きなのは、うんうんうん、絵なんですよ、はい、うん、二次元二次元二次元萌え二次元萌えしてるの、うんうん、どうしようもない野郎ですねでもこれは有名どころではまあデビッド・リンチ監督はまあフィルムノワールの人が多分大好きなんですけど、うん、ツインピークスってテレビシリーズがありましたけど、うん、あれはもう基本的にこれをにインスパイアされたと言っても過言ではないです、ね、ローラ・パーマーが死んでいて、ね、はいはいはい、映画のだからシーズンの始まりでもう死んでて写真でしか出てこないっていうのも含めて、うんうんうん、それで出てきてこれも登場人物の名前を借りたキャラクターもツインピックスに出てくるぐらいですね。 ねデビッド・リンチモノノワールに関してもちょっと後ほどね、そうですね、はい、お話を伺っていこうと思うんですけど、はい、ローラ殺人事件これも全然 DVD 手に入りやすいんで全然こちらも、見てみてください。あとまあ、ドイツ両名もの先ほどフリッツ・ラングでなんか入りこないですかね。フリッツ・ラングはね、もうどれも全て見てほしいぐらいですけどあえて挙げるとすると飾り窓の女というね、飾り窓、はい、これはですね、この飾り窓の女やっぱ間違いですよね。そうそうそう、ショーウィンドウの女です、ね、飾り窓って言うとなんかねオランダのさ、うん、売春のような気がしますけど、ね、違うんですかね。これねショーウィンドウに、うん、肖像画が飾ってあるんですよ。また絵ですか。絵なんです。また次元も絵なんです。絵を見ててそのエドワード・ロビンソンが演じてる、まあ、実直な犯罪学者からなのかな、うんうん、まあ、いろいろ考えてるけど犯罪のこととかは、うん、実行する勇気はないみたいな、大学教授、大学教授、犯罪オタクではあるんです、うん、はいはい、でその人がこうそのすっごい美人の絵を見て、あ、いいなと思ってると、うん、そこにポッとねそのモデルが現れるんですよ、横から、うんうんうん、でその実際の本人が、うん、まあ、それにジョン・ベネットっていう美人女優が演じてるんですけど、で、えとか言って、え、あなたこの絵好きなのって私なんだけどって言って、じゃあちょっと うち近くだから一杯飲んでかないって言われるんですよ、はい、でまあフラッとね、うん、あ、じゃあ行くかって一杯ぐらいなら行くか最初はそこで相変わらずもう自制心がない、はい、奥さんも子供もいる、はい、ね、中年の親父なんですよ、でね、こうフラッと行っちゃうわけですよ、はい、で最初はね、じゃあコーヒーだけでもって言って、はい、コーヒー飲むと、じゃあ、まあ、コーヒー一杯飲んで帰ろうとすると、まあ、そう言わないで、ちょっと、お酒でも一杯ぐらい、一杯やってよって。で、こう、まあ、じゃあ、一杯飲みましょうって。一杯飲むと、そこにね、女の紐が返ってくる。ああ、女の紐が返ってきて、お前何やってんだ、俺の留守にこんな親父連れ込みやがってって言って、うん、で、そう襲いかかってくるんで、うん、わーっと格闘して、そしたら、そこにたまたま、ハサミがあって、ハサミでグッと刺したら、音を殺しちゃう。はあ、だから本当にそこで絵を眺めていただけで、はい、5分後にはもう殺人犯になっちゃうでどうすんだどうすんだっていう。でこれはね、飾り窓の女はそれで面白いのは、彼は大学教授なんですけど、飲み仲間がいてね、うん、飲み仲間の一人が検事なんで、うん、その彼がその殺された、今自分が殺しちゃったやつが実はちょっと大物だったんで、捜査が進行してる話を飲み屋でネタで話してくるんで、それがすげえプレッシャーになるっていう油汗かいちゃってまずいなってまずいなってああでグラ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 していくという、グラ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 して、でいろいろやる、やることなすこと裏目に出るんですね。ああ楽しそうですねでね、このね、このラング・ロビンソン・ジョン・ベネットっていうコンビはほぼ全く同じコンビで、うん、スカーレット・ストリートっていう映画もあって、うん、これもすごい傑作なんですよ。これはね最高でしたね、うん、ああなるほど、はいはい。これはだからそのエドワード・ロビンソンが日曜画家 で彼の描いた絵っていうのがそのなぜかそのジョン・ベネットがやってる、うん、まあ、モデルみたいな女なんですけど、うん、はい、その中で自分の絵として発表しちゃう、うん、どんどんね美人画家の絵としてどんどん有名になっていくっていう、うん、モデルというかニートですよね、あれね。そうそうそう、ね、うん、でエドワード・ジー・ロビンソンは普段は会計士やってるシガのおっさんなんですけど、うん、日曜画家で絵描いてて、でかみさんにあんたの下手くそなんやから全部捨てちゃうよとか言われてるんだけど、うん、それをなんかその女のことだって出した瞬間に、はい、美術評論家は、うん、君は天才じゃないかって、はいはいはい、それもしょうもない、それも立たれてるし腐敗してるし、うん、そうなんです。そしてまたね、このそのジョン・ベネットにはその若い紐がいてですね、またそれかいっていう、まうん、全く同じ話なんですけど、これまた大変な傑作なんで嫌なことになっていくという、どんどん、ね、これも最初だってね、なんかなんかね、男に絡まれてるところをつい、うん、助けてやった感じになってたら、はい、で、ちょっとコーヒーでも一杯とか言ってまた同じ感じで始まってしまうんですよ。でもそのどん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 気づいたら悪夢的状況に、まさにその悪夢的状況になって、クラッカラクラッカラしてくるっていう、うん、やっぱこの感覚なんですかね。そうですね。自分が絶対そのね、10分前まで考えなかったことにもう手を染めてしまって、後戻りできないっていうことが繰り返されていくんですよね。はいはい、このね、ヒロインのジョン・ベレットっていう女優は、何がすごいって、うん、こう実物もこういう人なんですよ。
あ、実際にも会った人ですね。そうね。っていうね、つまり、うん、ウォルター・ウェンジャーっていうですね、当時の大プロデューサー、うん、インテリの大プロデューサーと結婚してたんですけど、そのすっごいまあ希少だったらしくて、ウェンジャーがその、うん、エージェントがジョー・メレスと浮気してると、まあ、はい、実際にしてたことか知らないですよ。はいはい、思い込んで、はいはいはい、あのそのユニバース、そういう大プロデューサー、うん、こういう映画を作ってる大プロデューサー、うんうん、ハリウッドの大プロデューサーにもかかわらず、うんうん、その、そのエージェントを人に絡まれちゃって、人に絡まれて撃って、まあ、撃ち殺そうとして、はい、あのまあ、殺しはしなかったんですけど、うんうん、あの銃、あの人情沙汰を起こしたっていう、大キャンダルになった、グラグラしてたんですよね、おかしくなっちゃった、おかしくなっちゃった。じゃあそのなんか実像感もやっぱここに入り込んでるっていう感じなんですかね。そうそう、男を狂わせる女だったね。あ、そのやっぱあれですね、実際の下世話なさ、あれとも重なるようにさ、やっぱそのなんていうの、下世話の興味の注ぎ方するよりも作ってやるっていうところが、うんうん、まあ、見えちゃいましたよね。だからこのフリッツ・ラングの2本はどっちもその本当にファム・ファタール映画で、うん、だからあのその昔の昔で言えばその嘆きの天使とかね、うん、そういうのと一緒で、本当になんかそのなんだろう、とつなくしがない小市民的な生活してた、うんうん、エドワード・G・ロビンソンが、はいはい、本当に地獄の底まで落とされるっていう話なので、はいはい、でそれもなんかね、本人はね、一途な愛のつもりでやってるんですよ。ああ、そこまた痛々しい、また痛々しい。ああ、なるほど。フリッツ・ラング飾り窓の女とマスカレット・ストリート、これどっちもやっぱり手に入りやすいの。飾り窓は、飾り窓あんのかな。あ、あるかな、ね、はい、手に入りやすいね、こちらも見てみてください。あと先ほどだいたい厳密な定義というか、フィルムノワールでというところで、黒い罠までとね、オーソウェルズの黒い罠までとおっしゃってましたけど、オーソウェルズものも何個か挙げていきたいところなんですけど、はい、まあ黒い罠。黒い罠ですね。そうですね。まあオーソウェルズは成長フィルムノワールって言うとね、上海から来た女っていうことなんですね。これはロックスター社の、そのリストにも入ってるんですね。はい、リータ・ヘイワースが、その、プラチナブロンドのね、うん、まあ上海から来た女なんだけど、はい、まあ彼女がいろいろ、すごいファンを与えてる。これは大変有名なのは、ラストのね、はい、鏡のマークのシーンで、まあ、まあ、要は模様ドラゴン、模様ドラゴンの元というか、ね、元ネタになったっていうので有名なんですけど、はい、で黒い罠のは、これはちょっと、そのロサンゼルスとか舞台ではないので、うん、ちょっと違ってて、これはメキシコ国境の話なんですよね。メックスの感じですよね、これね。うんうん、メキシコ国境の町で、なんですけど、これが面白いのは、つまり普通に考えると、前回が逆転してて、はい、これ主役のチャールトン・ヘストンなんですけど、彼はメキシコ人なんですよね。うんうんうん、メキシコ人の麻薬捜査官で、まあ一応正義の人なんですよ。うんうん、で、それに対して、まあ悪役になるのがオーソン・ウェルズ本人が演じてる、クイーンランっていうね、うん、保安官がいるんですけど、うん、街を仕切ってる保安官がいて、うんうん、で、彼は街を仕切ってて、いろいろ悪徳の会議を尽くしてる。うんうん、で、要するに醜いアメリカ人だ。はいはい。で、その意味で最初からこう前回が来るっていうわけですよ。はい、で、さらに面白いのは、でまあ、彼はその、自分悪徳はするわ、であと重い、そう、人種差別はするわ、うんうん、チャール選手に会うと、はい、このメキシコ野郎がみたいなこと平気で言うって、はいはい、まあ、最低野郎なんですね。最低野郎なんですね。はい、でしかも差別して、お前この犯人はこいつに決まってんだろうって勝手思い込みで決めて、はいはい、思い込みで犯人を決めて、はいはい、そこを捏造する。ああ、もう悪徳警官そのもの。悪徳警官ですよ。で、まあ、それに対してチャール選手はそのそういう正義の人だから、うん、ちゃんと捜査してって戦うんだけど、はいはい、で最終的にオーソン・ウェルズを陥れたらどうするかっていうと、うん、彼の親友というか無意の部下がいるんだけど、そいつを裏切らせるんですよ。はいはいはい、裏切らして腰銀ちゃって、腰銀ちゃみたいなのがいて、うん、でそれを裏切らせて、うん、非常に汚い手を使って、うんうん、主人公が、うん、非常に汚い手を使う、うん、で陥れられたオーソン・ウェルズはどうだったかっていうと、うん、実は彼のその思い込みは正しかった。ああ、うん、結果的にはその悪徳だと思ってたやつが全然正しくて、そうそうそう、つまり正義とね、悪の感覚が完璧にこう、完璧っていうか、どっちがどっちかわからないんですよ。はいはいはい、すごく曖昧で、うんうん、混沌とした話なんですよね。うんうん、これはもうだけど、オーソン・ウェルズは本当にその、なんだろう、さっき最初の方でも言ったノワール映画の見下げ果てた人物像っていう意味で言うと、はいはい、一二を争うひどさでですね、本当に最低最悪の人間が映ってる感じっていうのはすごいあって、そこは面白いんですけど、その人がもう勘で言った適当なことが実は正しかったってひどい話ですよね。まあ、ね、オープニングのね、すごい長回し撮影が有名な映画ですけど、はいはいはい、まあ話はそうやってどんどんカラクラになっていくと。そうそう、あとね、これディートリッヒが、うん、マレー・ディートリッヒ、ね、出てるんですけど、はい、それがその愛人で、オソメルズのね、それでなんかバーやってて、ぼやーっといるだけなんですけど、その感じっていうのは、俺ちょっと、また後の話につながるんですけど、うんうん、やっぱりその、デビッド・リンチでいうと、はい、ワイルド・アット・ハートのイザベラ・ロステリーニがですね、うんうん、実はその離れたところにいて、ぼーっとしてるだけなんだけど、うんうん、で、ちょっと
メキスペインなまりでっていうね、うん、キャラクターとかなんかね似た感じがあるなとは思ってたんですよね、うんうん、まあ、これ本当にいろんな映画に影響を与えてて、うん、まあ、ノワールとはちょっと離れちゃうんですけど、例えばあのヒチコクのサイコね、はい、ジャネットリーがね、うん、そのジャネットリーが、まあ、これの使われ方とかがね、ジャネットリーが田舎のモーテルに行って、そう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 、なんかになっちゃうっていう、うん、はいはいはい、まあ、そうね、こっちの方がひどいんだけど、ね、うん、ひどい目に遭うんですよ、うん、実はね、黒いは、はいはいはい、うん、ね、これ見てから最後見るとちょっと物足りないかもしれないですね。そうそうそう、うん、確かに、そのぐらいね強烈なんですよこれ、はい、オーソン・ウェルズのじゃあ黒い罠、こちらも DVD に出ますのでちょっと見てみてください、うん、ね、あのこういう古典的なこうね、あのノワール映画って多分山ほどあるじゃないですか、多分無数にね、40年代初頭から50年代、これをね、全部見切れないよっていう人もいると思うんですよ。なんかないですか、まとめて見れるみたいな、なんか、うん、なんかまとめて見れるのありますよね。はい、あのちょっとまあこのハードボイルドになりますけど、はい、超反則技はね、超反則技っていうのは、あのスティーブ・マーチンの4つ数えろという、はい、これ3つ数えろの、まあ、パロディで4つ数えろ、はい、あるんですけど、これがね、これものすごい傑作なんですよ、ね、すごい背景、すごいすごい映画です、うん、っていうのも、うん、あのこれ要はスティーブを見ると、うん、あのいわゆるノワールハードボイルドの映画が30本ぐらい見たことになる、うん、網羅できてる、全部入ってる、見たことにならないですよ全部入っているというね、はいはい、つまりこれね、そのハンフリー・ボガードとか、うん、まあそのさっき出てきたその深夜の告白とかもそうなんですけど、うん、いろんな映画を切り張りして作ってあって、であのスティーブ・マーチンがそこにあたかもいるかのようなな、うん、あれをするんですよ、うん、それでちぐはぐな会話を繰り広げるっていうコメディなんですよ、はいはいはい、要するにその切り返しとかを再編集して、うんうん、切り返してる相手が、うん、その全く違う、全くスティーブ・マーチンが喋ってるように、うん、はいはい、勝手に再編集した、再編集してる、はいはい、すごくうまくできてるんです、そんなことやっていいのかっていうあれだけど、うん、まあこれはその、まあ、コメディとしても面白いし、ノワール映画一つに見えるから、うん、そうですね、だからね、あの名所ね、なんかね、あのボギーがね、うん、あのボギーがなんかアル中で、はいはい、あの全然ダメな助手、探偵助手、スティーブ・マーチンにお前ネクタイ締めてこいよとか言われるちょっとこの辺もじゃあちょっとあの息抜きに、入門編かつ息抜きに、4つ数えろ、雰囲気はねモロですよね、まあ絵はねノワールですもんね、感じでね、はい、ということで多分ね今までまあちょっと割とですね古典的なフィルムノワールものを上げてきましたけど、まあ4つ数えろも入れれば5本だけど、あの多分ね最近の映画じゃないとやだーって人いると思うんですよ、白黒やだーってこうフィルムノワールの根本を揺るがしてる白黒っていうのは前提なんで、白黒やだーっていう人もいるかと思うんです、まあ、入門編ですよ今回その LA ノワールをやるにあたって、もうちょっと一本だけ新しめのやつなくねみたいな、そういう欲求に応える作品はないでしょうか。でもその LA のノワールとの絡みで言ったら、うん、もうこれは確実にそのブラックダリア、はい、デパルマのブラックダリアだと思うんですけど、うん、まあこのね、あこれちょっとその原作の絡みもやらせてたんですけど、あのブラックダリアっていうのはジェームズ・エルロイが、発表1987年か、はい、に書いた小説がありまして、まあ、それが映画化されたんですよね、うん、でこれはエルロイのブラックダリアっていうのはブラックダリア事件っていうのがね、はい、かつて50年代に起きた実際の事件があるんですけれど、うん、まあ、あの女性が殺されて死体がバラバラになった死体が、凄まじい死体、凄まじい死体が、はい、あの街に通りに放り出されてたっていう事件があって、でまあこれがそれは元になってその事件に、要するにまさにこれも死んだ女に取り憑かれてしまって、うんうん、身をもち崩していく男たちの刑事たちの話なんですよ、はいはいはい、でそれが徐々にそのハリウッド裏面師みたいなことに絡んでくる、うん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 、である意味これがその現代のノワール文化というか、うん、の現代ノワールのスタンダードを作ったくらいのすっごいインパクトある小説、87年のジェームズ・エルロイのそのブラックダリアが僕らが今考えるノワール感みたいなのを再定義したというか、まあそのこれまで言ってきたような話をが全てここに入ってるし、ここでエルロイがこういうものがロサンゼルスのっていうのはこういうものだったんだというふうに、まあ、ある意味決めちゃった、はいはいはい、僕らはみんなそれ信じてますけど、実際にそうだったかどうかは、まあ、別なのに、まあ、LA ってこうだったんでしょって感じがしちゃうと今でも、うん、まあ、そのだから実際のブラックダリア事件と、はい、あのそのエルロイの創作との間にちょっとやっぱりジャンプがもちろんあって、うん、だからそこにだいぶそのハリウッドバビロン感とかをガンガンぶち込んできてる感じなんですね。でも今回のゲームのね LA のノワールブラックダリアの話も出てきます。そうなんですよ、うん、思いましたよ俺は、完全にだからもうあの既成事実化してしまっているっていう、そうそう感じですね、うん、でまあこのブライアン・デ・パルマの映画はあの
まあ一部であまり評判が良くなかったりとかまあデパルマ映画でもありますからね。強烈にデパルマ映画でもあるから。そうなんですよ、はい、僕この見た時は本当にね、あーデパルマすごいなとか思ってたら、思ってるのは俺だけだったいやいや、でもデパルマ好きですけどね。デパルマ好きとしても全然いいですよ。そうそう、で、まあでこっていうのはなんでこれがね、いろいろ言われたかっていうのがあって、つまりであのブラックダリアって本物っぽくないんですよね。嘘くさいんですよ映画のブラックダリア、うん、はいはい、つまり本当のロサンゼルスってこうじゃないんでしょ、うん、みたいなこと言われちゃうんですけど、うん、はいはい、でもそもそもノワールっていうもの自体が、うん、あるいはそのブラックダリアっていうもの自体が、うん、あの妄想の産物なんで、うん、こうあってほしい、ジェームズ・エルロイの、うん、暗黒だけど、いやこういうことだったら嫌だなっていう、こうにもう満面の意味で嫌だな、こうだったらなっていうそういうのものなんだからってことですね。そうそうそう、いやねっていうね、はいはいはい、うん、じゃあとりあえずその作品としてはブラックダリア、ブラックダリアはだからその時代の感じも、うん、何もかも含めて、うん、今回エレノワールがすごく共通にやっぱ多いと思うんで、うん、見たと思います、はい、ゲームやる前には、うん、あとね、あの一つあるのはそのエルロイ的な世界観っていうのがあって、はい、それはさっきも言ったようにそのどんなに実直に生きていたとしても、うん、その我々のすぐ裏には、はい、そこ知れない闇があるわけです、はいはい、で一歩足を踏み外すと闇に落ちちゃうわけです、うんうん、でそのブラックダイヤに出てくる警察官たちっていうのは、うんうん、その死体を見た瞬間に覗いちゃった瞬間にその闇に落ちちゃったわけです、はいはい、それ抜け出せない、なるほど、でその我々が生きてるそのすぐ裏に闇があるっていうことが、はい、まさにそのノワールの世界観だと思うんですよね、うんうん、あれですね、あのブルーベルベットと耳拾ったらそのね、うん、耳拾ったが最後っていう感じの近いですね、これね。デビッド・リンチは割とその好きですね、本当に。じゃあちょっとデビッド・リンチもののついでと言っちゃなんですが、はいはい、デビッド・リンチのあるもの、まあいっぱいありますけどね。まあね、どれも割とあの例えばなんかブルーベルベット以降とかは割とどれとってもノワールっぽいっていうことは言えると思うんですけども、うん、あのロストハイウェイとかね。ロストハイウェイとか。でもまあ、うん、マルホランド・ドライブがハリウッド感がね。ハリウッド感がね。でこれ僕最初見た時、まあ、結構これあのイナゴの日とかね、いろいろ参照してて、その往年のハリウッド感みたいなのは、うんうんうん、いっぱい出てくるんですけども、うん、初見の時のやっぱ印象としては、あこれはデビッド・リンチはこういう LA が良かったんだなっていう、あの実際に俺ハリウッド来てみたら、うん、これ全然違うじゃねえかっていうなんか もっとただれてて欲しかったのに、もっと見られてねえなみたいな意外と健全じゃないか、うん、意外と健全じゃないか、だから俺が考えてたあれとは割とこういう感じっていうノリが分かる、エグい映画プロデューサーというかあれがいてイタリア人の、うん、で変なオーディションとかして変なオーディションとかしててで若い監督が割となんかこう手も足も出ないであのバカ扱いされてるとか自分が苦労する話じゃないですか、ね、そういうことがなくてつまんなかったんですよきっとね。ちょっとマゾヒスティックですよねやっぱね、ノワールの、あノワールはね、うん、だからやっぱり女性恐怖なんでマゾっぽくなりますよね、うん、基本的に。なるほどね、うん、まあじゃあリンチだったらとりあえずマルホランドドライブで、うん、リンチの自慢されたかった、ハリウッドを味わえると。あとまあ厳密にね、そのフィルムノワール的、まあ例えばそのネオノワールと言われるような、はいはい、新しめのそのフィルムノワール的なものもあるけど、これだってノワールだよとか、ノワール的とされるものって結構他にもあると思うんですけど、ちょっと反則変化球ないですか、なんか変化球。ネタバレしない、あ、まああれなんですけどね。ネタバレしないよ、ね、ある意味ノワールっぽいっていう、考えてきたのは、エンゼルハートっていう。はい。エンゼルハートはちなみに私、この番組で一回、ポロリと盛大に、なんと盛大にネタバレしました。あ、そうです。多分、まあ聞き流していただければ、また問題なかった。まあ、かっこよかった時のミッキー・ロック主演の映画で、うんうん、これも戦後すぐぐらい、戦後の話ですよね。はいはい、第二次大戦後の話なんですけども。あ、そうか。じゃあ時期は、やっぱノワール時期、これ私立探偵のミッキー・ロークがですね、うん、謎の金持ちロバート・デ・ニーロに、うん、ちょっと人探しを依頼されてですね、はい、調べていくうちにそいつがまあ生きてたのか死んでたのかもよく分からなくなりつつ、うん、やっていくうちに俺は一体誰だったのかっていうことも分かんなくなりつつ、はいはいはい、とある女と完全にズブズブになって、はい、最終的には地獄の底まで落ちていくという話です、はいはいはい、本当に、うん、文字通りね、文字通りね、はいはいはい、場所は全然 LA でもない、ニューオーリンズだから、これニューオーリンズ行きますね、はいはい、だけどやっぱり全然そのノワール的なもの要素は入っている、もうもろじゃないですかね、はい、ちょっとこれはまあオカルト映画のくくりに普通され、まあ、オカルトっていうかね、うん、そっちのくくりにされるんですけど、まあ、探偵っていうね、その主人公がまあ探偵役として登場するっていうところが、うん、まあちょっとしたノワールっていうかハードボイルド探偵ものなんですね、うんうん、でも全然そのハードボイルド的な強さどころがない、ないまあ、うん、エンゼルハートとかそういうちょっと変化球もちょっとここで提示してみました、はい、87年アラパーカで日本でだとどうなんだっていうね、日本でノワールないのかみたいな、
例えばその石井隆さんの一連のああいうのって、はいはい、ファム・ファタルも出てくるし、はい、裏側では実は超たられててもう出てくるし、はい、グラグラになるのもあるから、まあ、結構ノワールっぽいのかなと思ったりするけど、そうですね、ハードボイルド感が強いんですかね、やっぱね。最近は特にね、昔のね、あのナミと村木の頃とかっていうのは結構ノワールっぽい、うん、村木はだってね破滅しますもんね、そうそうそう、ね、うん、女と出会ったせいで破滅するみたいな感じ、ね、画面も暗いしさ、うん、だからまあノワールチックではあるけど、僕は今回その企画立てた時にその冷たい熱帯魚はノワールなんじゃないですかって言ったんですよ。おっと、どうですかこの辺、吉木さん。いやでもあれ女と出会ってって破滅はしないですよね、別に。いやでもほら、奥さん、奥さんにはまだあれしてるし、いやだからそこに直接の関係がないってこと言ってるんですけど、 あとその主人公がこう、まあちょっと前にはさっき まさにおっしゃったことですよ、ちょっと前にはする予定のなかった犯罪に手を染めてしまう、そうですね、確かにそれとかそのやっぱりそのブルーベルベット的なっていうかね、うん、なんか普段の生活では気づいてないけど、うん、まあ横に何やってる人がよくわかんないですよっていう感じは確かにあるんで、そういう意味ではあるかもしれない。しかもデンデンは完全に大人の犯罪者ですよこれザ大人の、大人の犯罪者に対してそのチンピラの要するに子供の犯罪者が歯が立たない様もね出てくるしさ、うん、あと最終的にまあ主人公がある意味こう成り変わるじゃないですけどね、その感じもノワールっぽいなっていう感じがするんですよ、うんうん、そう言われてみればそうかもしれません、はい、冷たい熱帯魚ジャパニーズノワールとして見てみてはいかがでしょうか、うん、ではちょっと最後駆け足なんですけど、今まで映画紹介してきたんですけど、なんか、本で、はい、フィルムノワール入門書的なものも含めてなんか本も紹介しておきたいんですけど、はい、ちょっと今日ね、本当は本来ならこの場にお呼びしてもよかったかもしれないですけど、滝本誠さんの一連のなんかノワール的な本で何かおすすめ。ああ、そうですね。滝本さんの本何どれでもいいんですけどね。っていうか、あの滝本さんがまあほぼ、ノワールのというかね。ノワールの。ノワールの。ノワールの。滝本さんが見ると全てがノワールになる。通るとやっぱね。そうですね。ああ、みたいな、まあ。それを教わって、まあ我々もまあそういうもんなんだな、ノワールはと思ってるんで。妄想を一回通せば、そういうちゃんとした人も妄想を通せばノワールになるってことですね。まあ、ちゃんとしてない人の妄想。ちゃんとしてない。ダメはダメなの。ダメだ。その中ではですね、これどこだっけ？フィルムアウト社から出てる。はい、白く薄汚れっていうね、うん、ノワールジャンルの快楽というまさにノワールの本があって、うん、これはぜひ読んでほしいですね、大変面白い、何がすごいってこの本、竹本さんの本ってみんなそうなんですけど、はい、映画について書いてあるんですけど、うん、いや映画の本なんですけど、はい、映画について書いてない、どん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 ね、小説とか絵とか、うん、いろんなところにも話してるし、どんどんその元の普通映画評論っていうとさ、はいはい、その映画を論じるもんだと思うじゃないですか、はいはいはい、違うんですよね、全然関係ない妄想が延々とつながってくるんです、そうそう、連想ゲーム的につながっていくんですよね、うん、でもなんだけど読むとその映画について分かるだけになるんですよ、はいはいはい、これのも滝本さん系ですよね、完全にね、ぜひ太鼓さんお呼びしてくださいよ、はいはい、でもなんかなんかラジオ上に載せるにはちょっとなんかっていうのを、そうですね、割と放送事故起こりやすいです、ね、一旦ちょっと通訳っていうかちょっと一人サポートが必要っていうのね、その時じゃあ柳下さんぜひお願いします、はい、じゃあ滝本真帆さんのいいのかこの紹介、渋く薄汚れ、ノワールジャンルの快楽、フィルムアート社、あと何かありますか、そうですね、ノワール小説、まあ、さっき、はい、ジェームズ・エルロイの話をしましたけど、エルロイの暗黒の LA4 部作というね、うん、ブラックダリアに始まる、ブラックダリア、ビッグノーウェア、LA コンフィデンシャル、LA コンフィデンシャルは映画にもあるんですね、うんうん、とファイトジャズってこの4作があって、これは本当にその、現代のノワールっていうものを、うん、まあ、再定義した、はい、大変重要な作品です、大変面白いんでね、うん、特にブラックダリアとかはめちゃくちゃ面白いですから、はいはい、ぜひ読んでほしいですね、ブラックダリアはね、さっきも言ったけど、LA ノワールにも出てくる話なので、ぜひこれを読めば、うん、全部翻訳出てる、全部出てます、全部芸集に出てます、文庫でなってますから、ね、はい、より入り込めるのではないでしょうか、うん、あとさっきからポロ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 出てるそのハリウッドバビロン館って言ってますけどね、はい、なんかそのあたりで、はい、ブラックダリアの写真なんかもね見れるやつが、そうですね、はい、ハリウッドバビロンっていうのはそのケンサンガーという、ロサンゼルス在住の、まあ、自主映画作家であり、まあ、映画評論家みたいなサタニストだった、サタニストだった、うん、がおりまして、彼が、書いたハリウッドの、リメンシー、ハリウッドのゴシップから見るハリウッド史みたいな本なんですよね、はい、でこれが、60年代とかに出たんですけれど、まあ、そこまであった噂として語られてたことを集大成して、うん、はい、そして、まあ、これ以降、まあ、みんなハリウッドっていうと、まあ、ハリウッドバビロンこういう世界だなっていうふうにドロッとな感じが、ね、思いになった、まあ、その意味で、その LA ノワール的な世界を、うん、まあ、これは
決定的にしてしまった本なんですよね。なるほど。最近ね、復刊されたので、はい、山下さんの、翻訳で復刊されたので、解説を。解説を書いてます。はい、すいません。なので、ちょっと手に入りやすくもなってるというそうですね。写真だけでもね、大変面白い。いや、これ本当聖書みたいな。うん、はいはい、で、あとほらね、それこそブラックダリアのさっきすごい死体がねって言いましたけど、はい、どういうすごい死体なのかもちゃんと載ってますからね、うん、そうですね、チャップリンとフェラチオの関係も分かれますおなんかっぽいですね、ゲスさんね、はい、といったあたりで、ノワール映画入門10タイトル、本なども含めてご紹介いたしました、では CM の後、いよいよゲームの LA ノワールと今まで話してきたようなこのジャンルのね、関連について話していきたいと思います。はい、生放送でお送りしている TBS ラジオライムスタータムのウィークエンドシャッフル、今夜は2週連続ロックスターモップッシュ企画第2弾として LA ノワールを100倍楽しむためのノワール映画入門をお送りしてきました、お相手は雑誌映画秘宝アートディレクターにして映画評論家の高橋洋樹さん、映画評論家で特集、翻訳家の柳下喜一郎さんです。ありがとうございます。でね、もうたっぷりお送りしてきましたけど、で最後になりますが、今まで紹介してきたようなノワール作品のテイストが、まあ、ゲームとしての LA ノワールにどう落とし込まれているのかというところを話しておきたいと思います。はい、ね、まあ、ゲームに関してはじゃあちょっと吉木さんと話していこうと思うんですけど、グランドセフトオートとか、はいはい、レッドデッドリデンプションとか、うん、まあ、いわゆるその自由度の高いオープンワールドの箱庭ゲームの方向で割とずっと進化してきたじゃないですか、はい、ロックスターさんの代表作は、はい、まあそうじゃないのもありますけど、で今回その意味では例えば自由度っていう意味ではちょっと下がってるじゃないですか。リードはちょっと下がってますね、うん、そういうだからちょっとだから種類が違うなと思うのはやっぱりだからそのなんだろう、あの街中を自由に動き回って、うん、大暴れしてやるぜっていうゲームではないんですよね、はい、要はゲーム性自体が実は全然違うんですよね。全然違うんですね、裏の瀬戸とか、じゃあ何なのかっていうところですけど、すごいところってまず、まあ僕がやってみて本当にすごいと思ったのはそのなんだろう、やっぱりその ゲームっていうのはなんかミッションがあってクリアして、はい、うん、で例えばあいつを殺してこいつを殺せば、うん、でその車をここにジャンプさせれば OK みたいな感じがあると思うんですけども、うんうんうん、今回そこが非常に曖昧になっていて、はい、曖昧っていうのはいい意味で言ってるんですけど、うんうん、なんだろう、例えばなんかその警察官ですから事件を捜査していく上で人を尋問したりしなきゃいけないんだけども、はい、うんうん、その人がその嘘ついてるか本当のことを言ってるかそれともなんか隠し立てしてるのかっていうのを見抜いて、はい、そのさらなる質問を繰り出すようにしろっていうような定義になってるんだけども、一応ミッションクリア型ではありますね、当然のことだけど、はい、そこで分かる手がかりが全然ない時が多いんですね、うん、要は今回そのキャプチャーでさ、その俳優の顔をものすごく細かくキャプチャーして、うん、ちょっとびっくりするぐらい繊細な表情をゲーム上でこう見せてくれて、でその表情を見て、まあ、もう持ってきた証拠とね、今まで集めた証拠とそいつの表情を見てで答えることと、はいはい、こいつは本当のことを言ってんのかどうかを見極めながら質問を誘導していくみたいな手なんですよね、うんうん、でも要はそこでこう、まあ、こんな顔してるからきっとこういうこと思ってんだろうとか、うん、こいつこういう立場だからきっとこうなんだろうと思ってやると、あれ、そうだからね、そこが分かりにくいところが一番面白いと思ってるんですけど、うん、っていうのもつまりやっぱりね、人間嘘泣きに騙されることもあるんですよ、うん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 、でそれが初めてゲームの中でそこまでのリアリティが出たんだと思うんですね。嘘泣きに騙されるって騙されるっていうリアリティがあるんですよはい、はい、まさにそのね、ノワール的なね、引っかかりですよね。引っかかりですね、うんうんうん、それは本当にすごいと思ったし、もちろんその当時のね、40年代のロサンゼルスの再現度も素晴らしいし、なんかもう本当に街の景色を比べたやつとかもすごいですよね、まんま、うんうん、であとそのハリウッドバビロン感もビシビシくるんで、イントレランスのね、はい、セットでグリフィスのイントレランスのセット跡地で追いかけっこがあるとか、うんうん、まあそれやりたいですね、ね厳密にはね、多分この物語の設定時期にはおそらくもうイントレランスのセットはなかったで、そうですね、これ戦後の話なんですもんね、はいはい、戦後の話、風と共にされるの時に燃やしちゃったんですよね、あれはね、撮影する時にね、まあね、それは本当厳密には残ってなかろうと思われるけども、その跡地で像とかがいる中でボン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 やったりとかもできるし、あとそのね、うん、なんか刑事物のゲームっていうのも今までいろいろあったと思うんですけども、うん、本当にね、足使ってタラタラね、はい、いろいろ地道に調べるっていうことがこれほど重要だってことが分かるゲームもないですね。まあだってそのね、例えば死体があったら、うん、そのまずそれこそブラックダイヤ事件のおぞましい死体のコピーキャット死体があって、それを自分で見分しなきゃいけないですよね。本当ですよ。でその周りを歩き回って、まあつまんない瓶からね、何か一
を拾ってみないと、で裏返したりとかして、うん、で証拠を集めてっていう、そう、そんで苦労に苦労を重ねた結果ね、うん、なんとなく事件が解決したのに、なんかね、うん、ちょっとやり方が悪いとか言って上司に怒られて撮影されたりするんですよ。ここまでのリアリティが本当に今まであったのかって言ったら、それはちょっと次元の違う、はいはい、ただやっぱりロックスター社は今までの GTA 的な、うん、そのやっぱりなんだろう、1を入れたら1が出てくるような、はいはい、ゲーム性っていうものから、うんうん、新しいところに進化していこうと思ってるんだと僕は思いました、うんうんうん、ね、絵的にはさ、なんかその技術が進んだから、なんかライティングの技術がすごく進む、ゲーム的なね、うん、進んだから、それを一番活かすにはノワールのその映像的なのが一番合うんじゃないかっていうのがまず発想の元らしいんだけど、さっき言ったその表情を読んで、要はさ、わからなさ、人間とか世界のわからなさに迷い込んでくるようなゲーム性って、うん、まあ、そうですね、それこそまさにフィルムノワールのさ、うん、その世界観そのものだから、うん、でもゲーム性とその伝えたいことが一致してるって毎回俺ロックスターで一番感じするところなんですよ。そうですね、本当に、うん、なので本気で心底感動しました、うん、LA ノワール、ということで、はい、まあ、そんなの LA ノワールなんですけど、7月7日に、Xbox 360と PS3 をともに7770円という珍しい値段で発売されるんですが、その LA ノワールですね、なんとロックスターゲームズから、プレゼント、ゲームソフトを6名の方にプレゼントというね、太っ腹な、Xbox 360と PS3 をそれぞれ3本ずつをプレゼント、するということになっております。あとグランドセフトオート、4のコンプリートエディションも3名、こちらは PS3 用のみ3本、太っ腹ですね、はい、ということで、欲しいという方はメールに名前、住所、年齢と今夜の放送の感想を書いて、歌丸@tbs.co.jp、 歌丸@tbs.co.jp までメールを送ってください。締め切りは明日日曜の深夜0時までとなっております。当選者の発表は明日をもって返させていただきます。 LA ノワールのソフト6名ね、あ、これはね、 LA ノワールは7月7日の発売後にお送りしますので、はい、Xbox 360と PS3 をそれぞれ3本ずつと、あとグランドセフトオート4コンプリートコンプリートエディションを、3名 PS3 を、お送りいたします。ぜひぜひ送ってください。といったあたりで、まあ、ちょっと駆け足になりましたが、ね、フィルムノワールジャンルを1時間でっていう、なかなかちょっと無茶な特集だったと思いますが、お二方のおかげでかなり分かったんじゃないかと思います。以上、2週連続ロックスターモップッシュ企画、第2弾 LA ノワールを100倍楽しむためのノワール映画入門でした。吉木さん、柳下吉郎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。